はようございます。上諏訪駅に来ております。切符をね先に買おうか迷いました。とりあえず駅舎見学して、塩尻か松本に行きたいんですが、あれこれ松木があるの、すっげえ便利じゃん。回ってきました。こちら上諏訪駅です。上諏訪駅前マジ便利ですよね。ショッピングモールっていうか、買い物するとかあるもんですよね。本当にいいですよこれ。上諏訪駅にはね足もあるらしいということなんで、それに使っていきたいと思います。駅スタンプもありました。このように押しました。この後切符とかと特急券買ったんですけども、忙しくて取るの忘れてしまいました。ごめんなさい。この後私は特急発車に乗ります。その特急券を買いました。改札に入り、いざ足湯タイムです。駅に足湯あるなんてマジ最高ですよ本当。そしてこちらのタオル、ニューデイズで220円で売られていたので買いました。ピンクしかなかったのがちょっと残念なんですけどね。このようにね、足に浸かりながら列車を見るなんて最高、素晴らしいじゃないですか。こんな幸せなことはありません。足湯マジで気持ちよかったんやけど、マジで最高。私がね予約しましたね、6号車14番。このように駅のホームに足湯があるんで気軽に訪れることができます。反対列車やってきました。こちらあずさ38号です。ほんでこの列車すごくてですね、時刻表明と松本から上諏訪でノンストップなんですよ。大抵は塩尻や小屋にも停車するんですけども、それらを通過するもう化け物みたいな列車なんですよ。東西の分け目塩尻を通過、これは本当やばい。さて私が乗車いたしますのはあずさの25号です。こちらの途中停車駅は岡谷塩尻です。いや特急あずさ随分久しぶりだな。いや本当楽しみですよ。9ヶ月ぶりくらい。列車上諏訪を出発。特急あずさは E353キャンで、この豪華設備がいいんですよね。この列車は特急あずさ25号、松本行き、こちらのテーブルを開いて、いざお食事タイムです。特急だとね無性に何か食いたくなるんですよね。列車は岡谷を出発です。上諏訪から岡谷は近くて特急で7分です。普通列車は時間帯によって違うんですけど、だいたい10分で着きます。こちら小淵沢駅の観光施設のところで買いましたアイスクリームです。冬とはいえ車内はね暖房が効いているんで、若干溶けてました。でも美味しかったです。こちら塩尻駅です。木曽福島名古屋方面はここで乗り換えとなります。ただ私はね今ここでは乗り換えません。なぜかと言いますと、別に塩尻から松本までの往復乗車券を買っているからです。私がね事前に購入した乗車券こちらとなります。箕面高山線岐阜、名古屋東海道、名古屋静岡東海道新幹線、静岡から富士まで東海道、富士から甲府見延線、甲府から多治見中央線、多治見から箕面たまれ大田線という環状切符です。別にルートにない切符はこのように乗車券を買い出せば行くことができるという紹介でした。塩尻から松本も近いです。特急だと10分あれば着くことができます。さて松本といえばやっぱこれですよね。適当に駅弁を買いました。駅弁あずさっていうところなんですね。いやすごいです。山賊焼きなのかな、なんかいいもんだったんで適当に買いました。15時53分、名古屋あと10分ぐらいで来てしまうんで、とりあえず指定席券売機こちらで買っていきたいと思います。特急券ね、確かさね、こっちはさね習いっていうか何やったかな、シナノ、次のシナノは確かさね渚に泊まった巣なんだよな。帰りの特急券は購入しない。松本渚1200円ぐらいだったと思うんだけどな。あったらあったら1万円しかなかったし、領収書はいらないな。15時53、あとほんと8分ぐらいできますね。とりあえずこのまま乗車券とか特急券は持ち帰りたいと思います。記念ね。ほんでまた入るっていうね、もう訳わからんことですけど、仕方がありません。なんか自動改札機の近くにこんなものがありました。これなかなかすごいですよね。いやさね、これ駅員さんからしたらちょっとね微妙だったんじゃないのかなと思ったんですよね。だってこれ上諏訪から松本で乗車券だけ塩尻から松本なんですよね。これ出せばよかったなということになりました。それだけ
松本駅もあんま近くんだよ。もういつもカツカツな予定になってしまうんですよね。まあ仕方がありません。いや、これ松本駅ですよね。さて、時間も時間なんで、今日の動画をこれをおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録していただけると動画の励みとなります。よろしくお願いします。つまらなければ、いいねのグループボタンを押してください。ありがとうございました。